俺と焚き火の物語。どうも、アキトです。今日やってきたのは、いつもの場所、浜松市、愛宕川でございます。一人です。朝8時半です。寒かったです。寒そうです。ですが、川はすごく透き通っておりました。準備をしていきたいと思います。椅子を置きます。寒そうです。焚き火台を出してます。早く火がつけたい。火をつけたい。その思いでせっせと準備をしております。さて、ここで焚き付け松の木を探していきます。現在12月、松の木取り放題でございます。宝の山でございます。全部持ってって思いっきり燃やしたいところでございます。さあ、持ってまいりました。枝を切って、今まさに火をつける準備をしております。一発です。さすが松の木、一発で火がつきました。ありがたいですが、めちゃめちゃ火つきました。めちゃめちゃ火つきました。火が天井まで届いております。急いでフェザースティック、ついに数円で買ったナイフを取り出しました。薪をくべたい。早く薪をくべたい。1個、2個、3個、4個。あー、美しい。非常に美しいです。水分補給中です。この瞬間。火がついて休憩のこの瞬間、たまりません。ずっと見ていたいです。日が昇ってきました。さて、まずこのボックスなんですが、私誕生日でございまして、仲間からいただきました。そしてスコップ、火をつけている間に探検に出たいと思います。なぜならカニを食べてみたいからです。と言っていたら穴があります。非常にカニがいそうだ。掘っていきます。掘っていきます。いませんでした。いつかカニを食べたい。私はそう常に思いながら日中も仕事をしております。ここで新たに枝を折って入れていきます。美しい。さあ、コーヒーを飲むために湯を沸かしていきたいと思います。早くコーヒーが飲みたい。その思いで少しずつ少しずつ水を入れ、湯を沸かしていきます。少し直しました。もう汗をかいております。ああ、幻想的、幻想的です。火も上がってまいりました。とても美しい苔、とか言ってたら火が消えてしまいました。なんとかせねば薪をくべていきます。薪をくべていきます。ここでじいちゃんの形見であるノコギリを取り出しました。切っていきます。折って切ります。くべるくべる、薪をくべる。ついでにもう一本入れていきます。もう私口がコーヒーになっております。ああ美しい、美しいです。今日飲むコーヒーはスペシャルブレンド、ちょっと贅沢なコーヒー店と言いながら後ろではもう湯が沸いております。焦る気持ちを抑えながらコーヒーを開けていきます。コーヒーを開けてセットしていきます。ああ、すでにもう美味しそうだ。さ、待ちに待ったコーヒー1杯目のお時間でございます。やっと来たこの時間、いただきます。ああ、うまい。ありがてえ、ありがたいです。非常に美味しかった。幻想的だ。日も上がりあったかくなってまいりましたと、ここで私一つ思い出しました。以前 TikTok で魚の罠をかける方法を思い出してしまいました。なのでペットボトルで罠を作っていきたいと思います。ナイフがよく切れる。今日持ってきたパンです。4割引きです。見よう見まねでとりあえずペットボトルにパンを入れ、ちょっと食べ、またパンを入れていきます。ナイフを温めております。このナイフでペットボトルを貫通させます。先ほど薪についていた紐を取り付けていく。きつくきつく縛っていきます。これなら魚取れるでしょう。そういった気持ちで今私紐をつけております。拾ってきた枝にこの紐をくくりつけ、なんなら養生テープもつけてしっかりと外れないように巻いていきました。完璧です。まるで釣りですね。釣りだと思っております。ただいま12月でございます。12月の末でございます。なんならクリスマスイブでございます。一人で焚き火に来ています。水が入りました。パンも喜んでいるかのように思います。魚が入るのか。非常に冷たかった。あったかい焚き火の暖かさはとても幸せです。ここでおもむろに取り出したのはフライパン。今日お目当てのホットドッグ作ってまいります。ただ私今裸足で作業しております。オリーブオイル、卵、いい音、目玉焼き作っていきます。ちょっと待ちましょう。すでにうまそうでございます。ああ、すでにうまそうだ。もううまそうです。もううまそうでございます。いつものウインナー、この御殿場高原粗挽きポークがあればですね、私どこまでも焚き火をしに参ります。こいつがあればどこまでも行きます。塩コショウ、はい、足に振りかけました塩コショウです。できました。これを挟んでいきます。もう早く食べたい。さらにひと手間、ここでパンも火を通していく。ケチャップ、マスタード、たまりません。私今アフレコしておりますが、もうよだれが止まりません。ではいただきます。これ皆さん非常に美味しかったです。パンも火にかけてよかった。すごくそう感じました。私半熟卵は苦手なのですが、今日は最高に美味しかったです。パンと卵の甘み、そしてウインナーのしょっぱい感じ、たまりません。ここでコーヒーも飲んでいきます。ダブルパンチです。最高でした。ウインナーも美味しいし、非常に美味しい。たまらん、たまらん。まだ食べていきます。まだパンと卵とウインナーが余っておりますので、食べていきます。神々しいケチャップ、マスタード、そしてパンに卵、ウインナー、食べたくて食べたくて、やっと食べれた。この喜び、みんなに伝えたい。そう思って私今アフレコをしております。卵焼き、熱かったです。ウインナー、いい感じにしょっぱかったです。いずれ魚を取って食べたいと思います。こうご期待です。